それにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしてもそこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの。何。ううん、何でもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。本当に気をつけて。気をつけてな。いや、船に乗るかい？これでようやく魔王の城へ入れるな。そうね、でもまだ気は抜けないわ。彼に魔王を殺されたら計画そのものが破綻してしまう。魔王と対峙される前に私たちの力で抑えなければ。なあポプル、あいつは私たちの話を聞くと思うか。どうかしら。最近あいつと過ごした毎日を思い出すことが多くて。デボル。分かってる、分かってるんだ。それが許されないってことくらい。でもお前も同じなんだろ。それはだとしても選択の余地はないわ。私たち双子はそのために作られたのだから。不思議だよ、こんなことで悩むなんて。魂なんてないはずなのにな。もういいのか。必ず戻ってきましょうね。ああ、行こう。
忌まわしくも懐かしい景色であるな。そうだな。シロと初めて会ったのも、初めて一緒に戦ったのも、この場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ、大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。ようやくここを通れるのだな。誰に問う、本当の姿を誰に見せる。我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉。いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の声は誰に問う、本当の姿を誰に見せる。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。我が問いに答えよ。我は答える。黒き病がゆえに。我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。映し身となる傀儡に収め。よかろう。そのものを主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。どうしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか、なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして、なぜなんだデボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや、違うよ。嘘だ、嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。正直、
ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。シロの書、裏切りの輩よ、お前に詰問される筋合いはないよ。言葉を使えるの。それはもともと私たちの力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか。どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか、ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ、我の最大の武器であるはずの口が。魔王は笑わなくなった。シロさん、多様な目をするでない、心配無用だ、大丈夫。聞こえます。東海とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。閉じ込められたみたいです。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。
それじゃキリがない。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。武闘会か。豪勢手離れや。シロ。ああ、すまぬ。援護だな。アイネさんを守ってあげてください。アイネ、まだか。まだですか。せかすな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一万が一のことなど知るか。扉開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。大丈夫か。ああ、それよりも。してほしいなどと思ってはいない。カイネ、なんだ今のお前の心。憎しみでも悲しみでもない。この色は知るか。アイネさん、大丈夫ですか。大丈夫だ。こいつらを蹴散らして先に進むぞ。実に面白い。
血を飼いね。あんなの相手にしていたらいつまでもヨナの元にたどり着けるぞ。ここは先を急いだ方が良さそうですね。行くぞ。開かないぞ。攻撃が来るぞ。入り口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。自分をごまかしているだけだ。ではそんなんじゃねえ。何、私もそうだ、だがそんな分かったところで何もならない。もう手遅れなんだよ。私たちは何もかも遅すぎる。今さら引き返すことなんてできない。だからこそ程度とチイルトテ。デズチアセヨーリ、一旦オクトだ。アラ、フェルアト、シデ、チ、ウセキヨン、イラ、コ、ク。じゃあ、ついて。どうしてここに。サルリクシータ海山特起路だろう。しかり、いや、アラトテ三世か。ふわり、ふわりとてトラス、なんかしっちりで。でも、アラ、ヘルアト、ロンダ、来て、キリゴイタリ。アコフィア、トサチッチサンタト、トレルタ、カイザムチ。タッカー、奇跡
機オーバー。すっすっすケロアルテリアだせギウジー各石騎士真鍮カレルタカイザンテーラス、うん、あんだ改てウラーヌペルアトチウラーヌペルアトチトトチグズグズするな、行くぞカイネさん。奴の戦いを無駄にするな、フィーヤのために。おう、デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの。なら思い出させてやる。シロ、頭の中が思い出したぞ。デボル、ポプル、なんじらは人間にあらず。そして口ごもったね。言いづらいかい。ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。
何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな、お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。この所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う、俺はお前たちとは違う。このお前ら、カラス！
まずい。進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です、うん、僕、少年だった頃の石化させてしまう目も、この醜い体になってからの姿も本当に嫌でした。だけど同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。シロさんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。
起きて起きて起きて起きなさい。ねえエミール起きて。もう寝坊ばっかりなんだから。違うよエミール、約束を守りに来たの。言ったでしょ、ずっと見守ってるって。お姉さんなんだから弟を守るのは当たり前。ごめんね、もう魔力が持たないみたい。大丈夫よエミール、ずっと一緒見守ってる。エミール、泣かないで、笑っていてほしいの。約束してね、私の分まで。
行くぞ。ああ。